なんと僕のこの「親父ハワイチャンネル」1,000人突破しました 実はね、突破したのはね、2週間ぐらい前だったんですけど、えー、僕ちょっとプライベートで、えー、忙しくしてまして、やっとこの動画が撮れる、撮れる環境になりました。うん、早く撮りたかった。早く、あの、皆様にお礼を言いたくて、しょうがなかったんだけど、やっと夢が叶いました。皆さん、ありがとうございました。皆さんのおかげとしか言いようがないですね。 うーん、嬉しいです。千人ですよ、皆さん。千人。百人行った時も僕大喜びしましたけど、百人のまた十倍です。千人。すごいです。ありがとうございます。千人超えたのは多分2週間ぐらい前だと思いますが、今、 1012人いってます。1012人ですね。めっちゃ嬉しいです。そして、今日僕この動画を撮るときに、あの、喋りたか、喋りたいことは、YouTube これからやろうかなとか、えー、やり始めたばっかりなんだなんていう人がいましたら、えー、その人たちのために応援したいなと思って、思ってます。 多分ね、YouTube の方の中では僕すごく遅い方です。まず僕ね、今63歳です。63歳。そして YouTube は60歳の時に始めました。60になるちょっと前から YouTube やりたいなと思ってたんですけど、僕コンピューターも持ってないですし、そう、こういうガジェットも全くなかったので、じゃあこれはもう60歳を機に、 機材を揃えよう。それを奥様に了解を求めようと思って、それをしましたら、あの、うまくいきまして、えー、60歳の時にコンピューターを買って、動画の上げ方を、なんとか友達から、えー、教わって始めました。コンピューターの使い方。まあ、知らないわけじゃないけど、ほとんど知らないです。今まだ僕は、あの、 人差し指だけを使って作業をしている。そんな、そんな親父です。YouTube を始めてすぐにコロナ、えー、ロックダウンが始まって、自宅待機になりましたので、その間ずっと僕はあの、YouTube を作ってましたので、1日1本必ずあげてましたので、この3年間にですね、作った、 動画の本数すごいです。この間見てみたら、820本作ってました。820本。それで1000人です。皆さん。はい。僕の場合はですよ。皆さん違います。動画を1本2本作った人で、えー、1000人以上行く方もたくさんいます。そして僕がや、えー、YouTube でやりたかったことは、 えー、Vlog ですね。僕の日常を、えー、動画に残したいなという気持ちから始めました。僕は幸運なことにハワイに住んでるんですね。なので、このハワイの日常、本当の日常です。僕、いつも行動範囲は家にいるか、仕事場にいるか、 海で遊ぶか、その三択ですね。その日常の中で動画に残しておきたいなと思うものを撮影して僕自身が編集する、そういう感じです。うん、なので、情報系でもないですし、この人に教えるとかそういう動画でもないですし、本当に何気ない のののんんびりしした日常を、えー、撮ってますすななななででね需要がそんなにないいかもしれないですこれを僕の動画を見ると得するよとかああいい情報ありがとうそういうのが、えー、やっぱりそう言ってくれる方々がこう限られちゃうんじゃないかな僕ハワイのハワイに住んでますけども本当田舎の地区に住んでますので。 そして YouTube のことをね全然分からなかったので勉強しましたね YouTube を見て YouTube の始め方とか、えー、どうやったら成功しますかそういう動画を出してる方がたくさんいましたのでかなり見たと思います、うん、ただ僕ね自分のやりたかったことがありましたのでこういうブログを えー、Vlog、Vlog をやりたかったので、うん、僕はね、成功する、YouTube で成功するのがここにあって、僕がやりたいことが、ただやりたいことっていうのはここにありましたら、自分のやりたいことが一応ありましたので、これを、ここに置いても、ずっと自分のやりたいことを、まあ、僕、サーフィンが好きなので、サーフィン動画を上げてればいいや、とか、うん、 とにかく好きなことばっかりやってました。でも、わ、えー、からないなりに、たくさんたくさん動画を上げて、それを見直して、やってるうちに少しずつは成長してると思います。自分でもなんかそう思うことがありますね。はい。あの、テストをして、100点は全然取れませんけど、やり始めたとき、5点、 10点だったのが結構30、40点ぐらい。赤点、赤点より先行けたかなわからない。なので、成功を求めてる人は僕の動画作りがあまり、えー、役に立たないかもしれないです,、うん、す。成功したい人は、あの、それなりに えー、YouTube を見て勉強しましたら教えてくれる人がたくさんいますねいろいろありますリサーチして自分と同じジャンルの人の動画を見てどんな動画が受けてるかリサーチしたりとかサムネイルの作り方目を皆さんの目をひひ引く サムネイルを作らないといけないのでそのサムネイルの作り方はこうやりなさいこうしなさいとかそういうのを教えてくれる人がいますのでただ僕が言いたいのはこんな親父でも自分で楽しみながら地道に3年間続けてたら1,000人行きましたそういうことです。1000人生きましたけど えー、総再生時間っていうのが規定以上、えー、1年間に何千時間ってあるんだけど、それを上回らないと収益化は始まらないので、具体的に何か変わるというものは全くないです。とにかく、えー、0人突破しました。ということですね。 これからもあの続けていきたいと思います。とにかく、えー、動画作るのが楽しいんですね。はいうん、僕の好きなところを映してますので、そういうところを綺麗に映せたら、やっぱり自分が一番楽しいですし。そして、それを、僕以外の僕が会ったことがない。 全然知らない人がいいですねって言ってくれたりとか、コメントしてくれたりとか、うん、それがまた喜びです。これからもマイペースで今まで通りですね、えー、ハワイの Vlog を中心に上げていきたいと思います。 えー、僕は西オアフに住んでるのでこの辺で、えー、遊んでる動画サーフィンの動画ですねそして最近、えー、ご飯親父飯とか言ってランチとか僕がご飯食べてあ僕が、えー、ランチを作って自分で食べるとかいう動画も最近始めましたしバーベキューもね やってますし、とにかくのんびりしてる動画をやっていきたいと思います。無理なくやる、無理なく、えー、息が長いチャンネルにしたいと思います。うん、みんな、みんなに親しまれるチャンネルになればいいなですね、うん。とにかく少しでも早くね、 ありがとうございます,す。ありがとうございますだって。ありがとうございますと言いたくて、えーえー、これ録音しました、うん。これからもよろしくお願いします。それじゃあね。えー、see you next time. See you soon. Bye bye.